スの焼肉屋とか牛角、うん、牛角とか昔牛角って友達と牛角さ、まあランチタイムっていうのもあったんだろうけど、行ったらさ、それランチタイム狙ったさ子連れのさママ友集団みたいなのが結構多くて、で店の中走らせてんの親が、で店員さ行ったけど七輪持ってさ歩いてんだよ。もういっそ七輪がかぶって死ねとか思う。で店員も強く注意しねえしさ、いいんだよ言って、それでそいつらが苦情出して店来なくてもいらねえよそんな客と、そんなさ迷惑行為させてるような客なんかいっそ来なくて、来なくなった方が他の客多分来るよって、まあ、そういうのが多いから潰れたもん。する、うん、その場にさ、あの送り迎えだけして。ふざけんな。え、なんで、だってしないって言ってんでしょ。でもポップ連れて一緒に行きたいからそれでいいよ。アッシーじゃねえかよ。もうアッシーじゃない、アッシーだろう。違う、家族として当然でしょ。家族のアッシーでしょ、うん、だって行かないんでしょ。だからそんぐらいしてよ。いいよ来なくて。いい、だって楽しくないんでしょ。私はいつでも毎日行っても楽しいけど、あとは楽しく感じてないんだったら。僕はやっぱ楽しくなっちゃったな。心が踊る。だっていや、お前はあれだろ、カメラがないからあんなこと言っただけでしょ。知ってるよ。そう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 、え、値段が安いなら買えばいいじゃん。5000円高えよ。多分どっかにあると思うんだよ、マジで。多分掃除すれば出てくるよ、あれ。実家に持って帰ってないもん。実家に持って帰ったら、ちょっとだけ考えてることがあって、一旦段ボール何箱か買って、あったらあのゴミ溜めみたいになってるところ ゲームとかいうのを一旦その何系っていうので分けて段ボールに一回入れときたいんですよ。多分ね、あなたはそんぐらいやんないと多分。
いてんで。どうしたの？こちゃんまだあの組み立て式のベッド組み立てれないらしくてなんかもう捨てようとしてるんだけど、発想がすごいよね。組み立てられなかったら捨てよう。だって組み立てられないというのはちょっとよくわかんないけど、だからなんかうちにあいるとか言われたけど、うちもベッドあるじゃんっていらねてか、あんなでかいもん多分組み立て式のやつ届いて邪魔くせえしってなるかな。